月光亭メガネでございます。月光亭春吉でございます。月光亭久留米でございます。月光亭桃幸でございます。月光亭落語会でございます。私たち月光亭落語会、縁ありまして福岡で宮川早紀さんが一人芝居をするときにずっと応援してきているんですが、一番初めですね、私が梨のつぶたの一人芝居でもう惚れ込みまして、惚れ込みましてやっと国でいるようになりました。とっても素晴らしい女優さんです。私たちも落語をやっておりますが、一人で演じるという意味で宮川早紀さんという人はですね、尊敬する女優さんでございます。彼女が人がこうクッと変わる瞬間にですね、本当にアスリートのようなかっこよさ、これぜひ見ていただきたいと思います。月光亭春吉でした。そして早紀音はすっごい迫力があるんだけど、とっても繊細な女性です。細やかな芝居をしますので、ぜひ注目してください。そして一度見たら癖になる、そして誰でも好きになる、そんな早紀音の芝居をぜひぜひ見てください。月光亭落語会は宮